バルビュー派のリーダー、ピエール・モーリス・ケイ・ヘンリー、フランスワリーズナー、バルビュー派19世紀初めのフランスの新古典主義の画家、ジャック・ルイ・ラビットの弟子の画家たちが形成したグループで、ピエール・モーリス・ケイをリーダーとした。プレミチーフス、メディテーターズなどとも呼ばれた。ロココ様式の表層的な表現を捨てようとする、新古典主義の理念を先鋭化して、古代ギリシャの壺の絵や、 初期ルネッサンス絵画の単純さにまで回帰することを主張した。1803年にリーダーの K が死去した後、グループは消滅した。党派的な活動は日常の生活スタイルに及び古代イギリシャの服装を真似た衣服を着て街の人々の注目を集めた。死のダビットの展示していた作品サビニの女たちをバルビュー派のメンバーが批判した後、ダビットは彼らを スタジオから追放し、その後、パリの放置された修道院で活動した。グループのメンバーであったとされるのは以下のような画家である。ここに挙げた作品のほとんどはバルビュー派として活動していた時代より後の時代のものである。ありがとうございます。